い、どうもカツキンです。今回は単焦点35ミリ縛りで阿佐ヶ谷のパールセンター商店街を散歩していこうと思います。夜の街角スナップって感じですね。この商店街は屋根付きアーケードの商店街で約700メートルも続く長い商店街です。お、入り口にはドーム状の屋根がありますね。面白そうなので下から煽って撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、放射光勢ドーム状の天井を撮ってみました。なんか UFO の一部にも見えませんか？鉄骨がたくさん交差してて力強さも感じます。外側の丸を写真いっぱいに入れたことで立体感が出たんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。商店街に入っていく前に阿佐ヶ谷駅のロータリーを覗いてみます。お、こんなところにこんな看板が。自転車放置禁止の看板、かなり古びれてますね。なんか味あるなと思ったので駅とロータリーを背景に入れて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右下に自転車放置禁止の看板、左上に駅とロータリーを入れて撮ってみました。この錆びれた看板とアスファルトの冷たい感じから切なさが漂ってきませんか？色温度を寒色気味にしてるんですけど、写真の奥側に暖色系を入れたことで手前の寒色はより際立ったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。うわ、イルミネーションすご。この商店街はジャズストリートのパブリック会場になって、開催日は広場、お店、施設など至る場所がライブ会場に変わるそうです。お、おしゃれなネオンですね。地下へつながる階段の壁にポスターがたくさん貼られてるのもなんかいいですね。ネオンと手すりを入れて撮ってみます。提灯がいっぱい並んでますね。この木造の建築もいいな。そうしたら道の奥の方まで入れて提灯を撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、対角線構図で提灯を入れて撮ってみました。提灯ってなんか屋台とかお祭りっぽくて好きなんですよね。左下に寒色を入れたことで右側の木造建築のぬくもりと提灯の温かみを強調することができました。夜の街角にはいろんな種類の光があるので、赤っぽい光と青っぽい光に分けて考えてみるのも面白いですよ。それではまたまた歩いていきましょう。うん、ちょっと日が落ちましたね。あ、こんなところにポツンと標識がありますね。日の丸構図で撮ってみます。ジャズのイルミネーションはずっと続きます。こちらはホルン、奥にあるのはトロンボーンかな。ここから撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右上にホルン、左下にトロンボーンを入れて撮ってみました。楽器も音符も五線譜も綺麗に描かれてますね。 LED だとは思うんですけど、色合いといいネオンっぽくも見えますね。それぞれを手前と奥に大小で入れたことで奥行き感を出すことができました。ジャズの街ともいえる阿佐ヶ谷を象徴する写真になったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。あ、右側のガラスにイルミネーションが映ってる。もう3人加わって6人でのセッションになりましたね。その様子を撮ってみます。この商店街、柱が何本もあるんですけど、ほら見てください、ミラーになってるんです。そうしたらこのミラーにジャズの人たちを映して不思議な写真を撮ってみようと思います。はい、こちらの写真なんですけど、シンメトリー構図で商店街とイルミネーションを撮ってみました。イルミネーションにはトランペット、コントラバス、サックスでしょうか。愉快に音を奏でてるように見えますね。ミラーに映したことでさらに賑やかになったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。商店街の奥の方まで来ました。
ここからはちょっと雰囲気が変わりますね。あ、そうだ。さっきみたいに柱のミラーに映したらどうなるんだろう。おー。そうしたら向こうの道とこっちの道、二つの世界を撮ってみます。屋根はここで終わってますね。ここからはこんな街灯になりました。これまた吸い込まれそうな道ですね。周りに人がいないのを確認したらしゃがんで、水平アングルローポジションで商店街の出口の方を撮ってみようと思います。はいこちゃんの写真なんですけど、三分割構図の下に地面、放射構図で道を入れて撮ってみました。カメラを地面に近づけて撮ったことで奥行き感が出ただけじゃなくて、街灯に照らされた地面のブロックの質感も表現できたんじゃないかと思います。夜のスナップ撮影は光、そして光が当たっているものを観察しながら撮影していくと面白いかなと思います。それではまたまたアリでいきましょう。ここで商店街が終わるのかな。最後までギラギラですね。なんて書いてあるんだろう。 Enjoy。 やっぱりこのネオンみたいな色使いが素敵ですね。はいこちゃんの写真なんですけど、エンジョイを撮ってみました。いやー楽しかった。普段通り過ぎちゃうようなところも、ゆっくり歩きながらいろんなところに注目してみると新しい発見があるので、夜の街角スナップめちゃくちゃおすすめです。ただ商店街は人通りがあるので、周りの人に配慮しながら楽しく撮影していきましょうね。エンジョイ。はい、いかがだったでしょうか。今回は単焦点35ミリ縛りで阿佐ヶ谷のパールセンター商店街をお散歩していったんですけど、夜の街角スナップも面白いですね。商店街にもそれぞれ色があると思うので、またいろんな商店街を堪能してみようと思いました。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。